今回レイジーボーイスキルサーフボードから、新たにリリースされることになりました、グロックです。このボードのコンセプトはミッドレングスのグライド感とミニボードの取り回し性をミックスしたハイブリッドになってます。アウトラインはツインフィンのフィッシュのノーズとラウンドテールを組み合わせたアウトラインになってます。ロッカーは、ミッドレングスの一番おいしいところのロッカーを取ってるんでかなりのローロッカーになってます。ボトム形状は、シングルコーンケーブからの浅いセンターチャンネルの仕様になってます。センターチャンネル入れることによって、シングルフィンの、ずるっとした感じとかを軽減するような作りになってます。レールはここまではフラットなんですけど、ここからダウンレールで落としてあるんで、レールの入りは結構軽く入るようになってます。で、エッジをちょっと張らしてるんで、それで少し、それもシングルフィンのつるっと感を軽減するようにしてあります。このボードの推奨サイズは、6以下で、幅は22前後、厚さは 6.5 から 7 センチぐらいをおすすめします。シトー君のパーソナルで、長さが 5-6、 幅が22、厚さが2と4分の3になってます。あとフィンですが、ミッドレングスっぽく乗りたい方はちょっとレイクの強い9ぐらいのフィンをおすすめします。ショートボードっぽく乗りたい方はちょっと立ってるフィンをおすすめします。ミッドレングスでは物足りない、ショートボーダーの方が乗るシングルフィンとして、すごく楽しくできてるんで、かなりおすすめのモデルになってます。よろしくお願いします。